これから道警による海岸線の捜索が始まります。波消しブロックの間を覗き込む道警の捜索隊。知床沖の観光船沈没事故で道警は今日から知床半島の東側の海岸線を歩く集中的な捜索を始めました。捜索は今日から20日まで5日間、13人が3つに分かれて羅臼町の中心部から別海町の野付半島までおよそ70キロの海岸線を歩いて探します。上空からの捜索で、死角となるような場所を重点的に、捜索するように指示しております。今日の捜索では波消しブロックの間から黒っぽいウィンドブレーカーの生地のズボンが見つかりました。今後海上保安庁が確認を進めます。また船が沈没した水深120メートルの海底で長時間作業できる飽和潜水の準備も進んでいます。潜水士と機材を運ぶ民間の作業船海進はオホーツク海側の江差町沖を通過し網走港に向かっています。作業船は明日午前中に到着し、準備が順調にいけば19日にも飽和潜水が始まる見通しです。